失われたニュージェネレーションウルトラマンの記憶、ディメンションナイザーがつなぐ仲間と共に未来からのメッセージをつかみ取れ。ウルトラの歴史を取り戻す新たな次元のスター列伝がここに。新番組ウルトラマンニュージェネレーションスターズ、1月28日土曜朝9時スタート。 You are given this 全宇宙を支配する。地球を守るのが俺たちの使命だ。俺たちはずっとバッセレクト始動。ラジャー、次々襲い来る異星人軍団。行けキングゾーン。あの装置を破壊してください。もうウルトラマンになれないんだ。でも俺のやるべきことは変わらない。私が倒します。ディナース。ウルトラマンディナース。ウルトラマンになって地球のために頑張ってくれてるんでしょ。俺たちも行きましょう。史上最悪の敵、果たして地球の運命は。守るためになったんだ、ウルトラマンに。俺も誰かの大切なものを絶対に守る。カナダ。ウルトラマンデッカー最終章、旅立ちの彼方へ。全宇宙を支配する、スーツに襲い来る異星人軍団。ガッツセレクト出動。ラジャー、地球を守るのが俺たちの使命だ。行けキングゾーン。私が倒します。ディナース。ウルトラマンディナース。史上最悪の敵、果たして地球の運命は。俺も誰かの大切なものを絶対に守る。怪獣被害が頻発するこの地球に巨大な手の効果が現れ、他なし。第二防衛線まで交代。ネットワーク汚染が広がっています。この現象の原因を探れ。君はあの50メートル級の宇宙人どう思う？我々を助けてくれた。それは紛れもない事実です。何十年も前から宇宙飛行士たちの間で噂されていた未確認大型宇宙人のコードネームだ。Martial arts, inherited technique. I ask that you chant my name, Ultraman Zet. Ultraman Zet. Burn its scarlet flames, the power of courage! Phantasmagoria, the mystic lights!
まばゆい光の中からやってきたウルトラマンブレーザスカードだ。近接戦闘 CQC モード光線開始。こちらスカード CB 23式特殊戦術機構銃アースガロ出撃準備。If you have nowhere to go, would you stay and master the Cosmo Beast style? Cosmo Beast style? Continue your basic training to understand your true strength. That's why you must commune with a Cosmo Beast. Learn to control your emotions when you fight. Beam Spirit Crane Strike! Tim Water Snake Strike! Let's both work so we can be accepted and bond with Cosmo Beasts. We're in this together. Could it be? I am Vulcan, Admiral of the Magma Invasion Army. Anyone who wishes to die, step forward. Just you wait, Vulcan. Vulcan! Please, I need to get stronger. Will you train me? We want the Cosmo Beast Fighters! From planet L-77! Our fists are for peace! Juggernaut charging Buffalo Strike! The strongest fighting style in the universe ends today! I am the Grand Master of the Cosmo Beast Style! Regulos of the Red Dragon White Tiger Fist! ウルトラマンレグロス5月23日配信開始。行く当てがないのならここでコスモ幻獣拳を学んでみぬか。コスモ幻獣拳、地道に基礎修行を続け本当の強さを見極める。だからコスモビーストとは対話しないとダメ。実戦では自分の感情をコントロールするんだ。飛翔性格拳水座拳。厳重に認められて契約できるように修練に励もうじゃないか。俺たちは兄弟弟子なんだからな。まさか。我はマグマ侵略軍提督ボルク。命のいらんものはかかってくるがいい。待ってろよボルカン。ボルカン、お願いです。俺
は強くなりたいんです。俺を鍛えてもらえないでしょうか。狙いは幻獣同士だ。分かってくれるわよ。我らの拳は平和のために。森木波竜拳だ。コスモ幻獣拳の歴史は今日で終わる。俺はコスモ幻獣拳継承者、赤竜白虎拳のレグロスだ。ウルトラマンレグロス、5月23日配信開始。もしウルトラセブンが存在しなかったならば、地球はどうなる？誰だお前。未来へようこそ、諸星ダン。ここは地球だよ、2023年。お前、一体何をしたんだ。55年の間、侵略者と戦える者はいなかった。お前は本当のミラクルマンだ。俺はヒルマ・ゲント、特殊怪獣対応分遣隊スカードの隊長だ。この世界では怪獣災害が頻発している。これに対処するため地球防衛隊が設立されていた。これは特殊怪獣対応分遣隊スカードの面々と新たなウルトラマンとの物語である。地球防衛隊は怪獣の特性を迅速に調査分析し対応するため、日本支部に新たな特殊部隊を設立。特殊怪獣対応分遣隊スカードだ。その隊長に俺、ヒルマ・ゲントが任命された。スカードの隊員には4人の精鋭が選ばれ、スカード作戦指揮所スカード CP を拠点に、地球防衛隊の他の部隊とは完全に独立した作戦行動を取ることを許されている。自分たちで作戦を立案し、自分たちで実行する。それが特殊怪獣対応分遣隊スカードだ。それではスカードに所属する隊員たちを紹介しよう。青部 M、 諜報活動のスペシャリスト、調査隊長となる組織に潜入し情報収集を行う。優秀な身体能力を持ち、射撃の腕を生かして戦闘に無目こなす。坂東康信、スカードの腕利きメカニック。スカード配属前は地球防衛隊の輸送機部隊でパイロットを務めていた。兵器や機械の整備も得意とする。気に入った機械には名前を付けるらしい。うまく誘導できました。南杏里、類まれなメカ操縦の腕を買われてスカードに抜擢されたアースガロンの操縦士。素朴で生真面目な性格で歩兵任務が長く、生身での戦闘も得意とする。なんで？名倉輝明、優れた情報収集分析能力を持つ副隊長兼作戦参謀。怪獣の知識を生かし状況を精査、作戦を立案する。冷静な戦況分析と判断に強い信念を持つ。スカード CP GO。 春野烈、スカードの創設者で地球防衛軍日本支部司令部参謀長。
俺をスカードの隊長にスカウトした。あのウルトラマンブレイザーよりも先に怪獣を倒してみせろ。それを考えるのが君の役目だ。毎度難題を突きつけてくる。しっかりしてよ、あの参謀長。23式特殊戦術機構銃アースガロン出撃準備。スカードが誇る主力装備がこのアースガロン。二足歩行怪獣型で近接戦闘モードを得意とする。両手にはアースガロン、尻尾には誘導弾、そして口から放つ可燃粒子砲アースファイアの装備を持つ。突如として現れた光の巨人ウルトラマンブレイザー。正体不明の光の巨人とされているが、その正体は正義のために強く力を欲したとき、変身アイテムブレイザーブレスが左腕に出現する。光の力を宿した結晶体ブレイザーストーンに強く願いを込めながらブレイザーブレスに装填すると、まばゆい光を放ちながらウルトラマンブレイザーへと変身できる。左手から発生させた光り輝く二重螺旋状の槍を投擲するスパイラルバレードが必殺技だ。ウルトラマンブレイザーとは何者か、そして待機しつつ合流まで。俺たちスカードの面々とウルトラマンブレイザーに待ち受ける運命とは。お互いを呼び合うときは下の名前かあだ名で。何、君の作戦通りに行く。ウィルコ、近接戦闘 CQC モードの光線開始。新番組ウルトラマンブレイザーテレビ東京系にて7月8日土曜朝9時放送スタート。俺が行く。無料見逃し配信も公開。俺は昼間ゲント、特殊怪獣対応分遣隊スカードの隊長だ。この世界では怪獣災害が頻発している。これに対処するため地球防衛隊が設立されていた。これは特殊怪獣対応分遣隊スカードの面々と新たなウルトラマンとの物語である。地球防衛隊は怪獣の特性を迅速に調査分析し対応するため日本支部に新たな特殊部隊を設立。特殊怪獣対応分遣隊スカードだ。その隊長に俺ヒルマ・ゲントが任命された。スカードの隊員には4人の精鋭が選ばれ、スカード作戦指揮所スカード CP を拠点に地球防衛隊の他の部隊とは完全に独立した作戦行動を取ることを許されている。自分たちで作戦を立案し自分たちで実行する、それが特殊怪獣対応分遣隊スカードだ。それではスカードに所属する隊員たちを紹介しよう。青部 M、 諜報活動のスペシャリスト、調査隊長となる組織に潜入し情報収集を行う。優秀な身体能力を持ち射撃の腕を生かして戦闘に無目こなす。ミルコ、坂東康信、スカードの腕利きメカニック。スカード配属前は地球防衛隊の輸送機部隊でパイロットを務めていた。兵器や機械の整備も得意とする。気に入った機械には名前を付けるらしい。うまく誘導できました。南杏里、類まれなメカ操縦の腕を買われてスカードに抜擢されたアースガロンの操縦士。素朴で生真面目な性格で歩兵任務が長く生身での戦闘も得意とする。なんで？名倉輝明、優れた情報収集分析能力を持つ副隊長兼作戦参謀。怪獣の知識を生かし状況を精査作戦を立案する。冷静な戦況分析と判断に強い信念を持つ。スカード CP GO。 春の列、
スカードの創設者で地球防衛軍日本支部司令部参謀長。俺をスカードの隊長にスカウトした。あのウルトラマンブレイザーにも先に怪獣を倒してみせろ。それを考えるのが君の役目だ。毎度難題を突きつけてくる。しっかりしてよあの参謀長。23式特殊戦術機構銃アースガロン出撃準備。スカードが誇る主力装備がこのアースガロン。二足歩行怪獣型で近接戦闘モードを得意とする。両手にはアースガロン、尻尾には誘導弾、そして口から放つ可燃粒子砲アースファイアの装備を持つ。突如として現れた光の巨人ウルトラマンブレイザー。正体不明の光の巨人とされているが、その正体は正義のために強く力を欲したとき、変身アイテムブレイザーブレスが左腕に出現する。光の力を宿した結晶体ブレイザーストーンに強く願いを込めながらブレイザーブレスに装填すると、まばゆい光を放ちながらウルトラマンブレイザーへと変身できる。左手から発生させた光り輝く二重螺旋状の槍を投擲するスパイラルバレードが必殺技だ。ウルトラマンブレイザーとは何者か、そして待機しつつ合流まで。俺たちスカードの面々とウルトラマンブレイザーに待ち受ける運命とは。お互いを呼び合うときは下の名前かあだ名で。何、君の作戦通りに行く。ウィルコン、近接戦闘 CQC モード交戦開始。新番組ウルトラマンブレイザーテレビ東京系にて7月8日土曜朝9時放送スタート。俺が行く。無料見逃し配信も公開。Ultraman Blazar. An unidentified alien that's been a legend among astronauts for decades. After all, we are the Special Kaiju Reaction Detachment. Then engage close quarters combat mode. This is SCART CP. Prepare to launch the armored Kaiju Earth Garo. I've got this.
I'm Gento Hiruma, captain of the Special Kaiju Reaction Detachment, SCARD. There's a worldwide outbreak of Kaiju disasters, and the Global Guardian Force, or GGF, was established to deal with them. This is a story about the members of SCARD, and an alien called Ultraman. In order to investigate and analyze Kaiju traits to better respond to them, the Japan branch of the Global Guardian Force created the Special Kaiju Reaction Detachment, known as SCARD, and appointed me as captain. Our four members were handpicked for their skills and cunning, which is especially useful as the SCARD Command Post, aka SCARD CP, has authority to move independently of other units. Here we plan and execute our operations together. After all, we are the Special Kaiju Reaction Detachment. Now then, why don't I introduce you to everyone? Emmy Albe is our intelligence specialist. She helps us infiltrate target organizations, and her excellent physical abilities not only aid her in undercover missions, but in combat as well. Welcome. Yasunobu Bando is our skilled head mechanic. He was a pilot in the Global Guardian Force's Transport Corps before being reassigned to SCARD. He keeps all our weapons and machinery in working order, and apparently likes to name his favorites. I guided them, did you see that? Anri Minami was recruited for her unparalleled mechanical piloting skills. She's our most adept Earth Garon pilot. A simple and earnest person, but also an expert in close quarters combat from her long service in infantry missions. Really? Last but not least is Teruaki Nakara. He's our vice captain, and with his excellent research and data analysis skills, our chief strategist. He's cool and collected during operations, and his extensive knowledge of Kaiju biology is invaluable. SCARD CP, go. Oh, there's also Retsu Haruno. He's the founder of SCARD, and the chief of staff at Global Guardian Force Command. He's the one who recruited me as the captain of SCARD. And eliminate a future Kaiju threat before Ultraman does. I'm as eager to find out as you are, Captain. But he expects quite a bit from us. Chief of Staff sent us on a wild goose chase! Prepare to launch the armored Kaiju Earth Garon. No time to waste. The Earth Garon is SCARD's main weapon. It's a bipedal Kaiju-type robot, and works particularly well in its close-quarters combat mode. It can fire Earth gun rounds from its arms. It has guided missiles in its tail. It can release the Earth Fire Charged Particle Cannon from its mouth. And then, there's Ultraman Blazar, a mysterious giant who appeared to me in a flash of light. We know it's some sort of alien, but I have a little more in sight. When our backs are against the wall, a transformation device, the Blazar Brace, appears on my arm. If I imbue my wish for justice into the Crystal Blazar Stone, rich with the power of light, and load it into the Blazar Brace. All right, lend us your power. I can transform into Ultraman Blazar. Okay, use his power right here on Earth. Our special move utilizes a bright, double helical spear known as the Spiral Beret. But who is Ultraman Blazar? Maintain distance and wait for us. What fate awaits the illustrious members of SCARD? In my unit, you go by your first name or a nickname. Henry, going with your plan. Wilco! An engaged close quarters combat mode. Ultraman Blazar, a new series premiering July 8, 2023. I've got this! Ultraman Blazar will be available for streaming on the Ultraman Official YouTube channel and Ultraman Connection, with an English dub and subtitle options in multiple languages.